ああ、いいぞ。よし。小原さん、こいつはちょっとうちの職人の問題。たまにはいいとこで飲ましてやってもいいじゃないですか、片桐さん。はい。バカ野郎、行こうか。ありがとうございます。正直いいっすか。ダメだろ。あ、取り付けろ。そうだな、島田の紹介だし、お前だったら1日3万は稼げるようにしてやるよ。20日仕事すりゃ月に60万だ。ああ、美味しいぞ。こんな時計だったらすぐ帰るぞ。いいだろうこれ。あけこ、頼むよ。あけみちゃん、あとヨコちゃん、ちょっとこっちらっしゃい。はい。はい。いらっしゃいませ。お兄さんもございます。いらっしゃいませ。私もお邪魔しちゃおうかしら。じゃあ、失礼しますね。いらっしゃいませ。すっごくかっこいいですね。お名前、なんて言うんですか？多すぎっす。どうだ、調子は。あ、まあまあっす。これだけっすか。ん、1日3万って。最初は我慢しろよ。そのうち3万だよ。分かった、ほや。やっぱ広いお風呂って気持ちいいね。そうだね、うん、ね、結婚してからも銭湯行こうね。うん。ねえ、今いくらぐらい泊まった？は？貯金。休日出勤してるから結構泊まったんじゃないかなと思って。また金の話か。だって早く結婚したいんだもん。ねえ、だって赤ちゃんできたらさ、結構お金とかもかかるじゃん。は？生理来ないんだよね。マジ？困る？いや、別に。じゃあすぐ行こう。あ、行く行く。すぐ行く。うん、ちょっと待ってて。タツオ、しっかり待ってろよ。表でなっていいから。ちゃんと電話しとけよ。あ、はい。おい、ちょっと聞いてるよ、ガキが。知ってんの、お前、あれ捕まったらしい。こっちいいよ、こっち。こっちからない。いらっしゃい。あ、何やってんの。いや、転職した。転職したって、タイル職人どうしたの。あ、やめた。給料安いし。はぁ、初音、またマスワか。信じてたのに。大丈夫だよ、俺もバカじゃねえから。バカじゃん。
シンナはやめる。本当約束する。本当に？絶対やめる。ヤクザは？本当はやめたいんだけどさ、殺されちゃうよ。なんでヤクザなんかなったの？金が貯まればそれだけ早く結婚できると思ったんだ。使いっ走りでお金なんか貯まるわけないでしょ。今は使いっ走りでも幹部になったらお前のこと楽させてやれんだから。何の甘いこと考えてんの？お金があったってそんなの人間のクズじゃない。てやら殴りなさいよ。気が済むまで殴ればいいじゃない。私ソープで働こうかな。ソープ？おめえバカか。だって無理して働かないと結婚できないでしょ。俺が何とかすっから心配すんな。組やめさせてもらえませんか。立てよ。早くや、立てって言ってんだよ。立て。そう。ほら、まあ落ち着け。ほら。腹くくってきました。お前声がでけえんだよ。落ち着けよ。とりあえず話は飲んでからだ。人生最初からそんなにうまくいきっこねえんだからさ、もう少し頑張ってみろよ。お前金が欲しいんだろ。女幸せにしてかっこよく行けよ。てめえ逃げ出したらコンクリートに詰めて海に沈めるさから。おい、出たか。組に残ってくれるな、達夫。頑張れよ。俺兄貴がここまで頭下げてんだぞ。悪いことは言わん。ここ辞めたの大変だぞ。はい、大杉達夫、組のために命かけます。ここ使ってよ。早く上にのし上がってこいよ。おい、乾杯だ。おい、乾杯。おい、龍神会。ああ、若い奴らを集めてお前が束ねるんだよ。うちの直系の下部組織だ。いいんすか、そんなの作ってもらって。で、何人ぐらい集めればいいんですか。とにかくお前の知り合いから集めろ。
でかく行け。でかくな。集めたら何すればいいんですか。そんなもんお前自分のおつもりで考えるな。組織って何するんですか。この辺の族束ねる武闘集団だ。名前は龍神会。もちろん俺が会長だ。尾崎お前本部長やれ。俺本部長っすか。ああ池田お前尾崎の補佐だ。はい。 あと友達何人か連れてこい。二三人っすか。でかく行けでかくやなあ。はい。なんだ嫌なのか。いや違います。お前もいいな。はい。こっちだなお前。いやー腹取れちゃった。出せやお前。ちょっと離せよ。おじさんいいっすよ先輩。何じゃねえかお前この野郎。あっ、まあ、でもバレたらヤバいんじゃないですか。そんなのお前大丈夫だからなあ聞いてる。あどうガイソンゲン100万でおめえも弱えな。3回も100万に振り込むか。なんか変じゃないですか。いねえんだこれ。達夫言っていいことと悪いことがあるぞお前。木村を殺しちゃまずいだろ。あら知らねえや。おお、何人だよいたのか。シールとパンチの嘘ってさ。そうですよ。あれ？あ、いつも姉ちゃんがお世話になってます。あ、おお、お前もうち入れ。友人会僕はいいです。てめえこら、俺が入れって言ってんだ。この世界じゃ断り厳禁なんだ。はい。事務所ここにすっか。ここっすか。まずいっすよ親いるし。窓から出入りできんじゃないか。大丈夫だ。はい。あ、ちょっと、いや、ああ。これくらいでいいですかね。記録更新もう一回です。はい、後で連絡させるんで。はい、失礼します。尾崎さん、今月俗抜け積もち量少ないですけどどうしたらいいっすか。大杉先輩最近取り立て厳しいんですよ。俗適当に煽って集会でもさせる。追悼とかなんとか言ってさ。なんかめんどくさいっすね。しょうがねえよ。あ、女子高生でもたかりますか。
ほら、さあ、早く、早く、お前、何すんだよ。やべ、今日も早く探す、大変。あの、お願いがあるんですけど、来月から金安くしてもらえないですか。ずいぶん弱気だな。本当に苦しいんです。なんとか。まあ、若いうちの苦労は勝手でもしろって言うからな。大丈夫だ。お前、極道ビジネスの才能があるからさ。才能っすか。ああ、ビジネスね。おらぁ、おらぁ、おらぁ、バカやろよ、おらぁ、おらぁ、兄貴、すいません、高山、おめぇ、よく一月も逃げたなんてな。すみません、すみません、でも、自分から誘ったわけじゃ。すいません、すいません、すいません、達夫、お前ゆっくり飲んでくれ。今日は俺のおごりだ。おい、ケゴ、俺のボトル出してやれ。じゃあ、また頼むな。おい、行くぞ。あんたもかわいそうね。どういうことですか。